ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。はい。今月末発売の千里金分け。新情報がですね、いっぱい出てきてね。まあ、キッカーもそうなんですけれども、パーティーとか、あとはジェンディガーエスペーションがまたね、収録されるということで、まあ、かなり盛り上がってますよね。というわけで、今回はですね、開封動画。まあ、千里金で3度目の来訪ということで、昔のね、千里金のバッグを向いていきたいと思います。今回見ていくのはこちら。戦乱の千里金。3パックです。いやー、もうね、5年前になるのかな、戦乱の戦記か。戦乱の戦記かね、前期から同盟者はギデオンだったりとかね、あと、ウブニックシリーズとか、あと、ウラモンかな、がすごいね、特に代表されるね、カードかなと思うんですけれども、まあね、今回の戦記カードだけで、前期からエリクスベーションが、まあ、もう一回出てくるということで、最初にね、前期からエリクス、この戦乱の戦記か、最初に戦記からエクスペディション、戦記からエクスペディションがね、登場したのがこの戦乱の戦記かということで、戦記からの夜明けでは、ボックストッパーとしてエクスペディション、封入されてるって感じなんですけども、当時のこの戦乱の戦記からでは、パックの中から普通に出てくるという形になっています。で、結構低確率なので、まあ、この辺3パックから出てきたらめちゃくちゃ嬉しいんですが、まあ、果たしてどうなるかっていうね、感じですね。まあ、今でもやっぱウラモグとかギレオンはね、かなりね、欲しいカードなので、よかったらね、ここからね、引いていきたいなと思います。あとね、結構当時はスタンダードめちゃくちゃやってたので、いや、思い出も語りたいですね。というわけで、早速、開封やっていきたいと思います。はい。というわけで、早速3パックね、見ていきたいと思います。まあね、ウラモグとギデオンはちょっとね、主役感あるので、一旦置いといて、まずはね、このオブニックシリーズから行ってみたいと思います。さあ、というわけで、結構オブニックシリーズもね、プレインゾーカー、5万のプレインゾーカーでかなり強かったイメージがあるので、おいきなりエルドラージトークン、重々ということで、後輩の双子だったかな。なんか、重々をね、2体出す、確かね、エルドラージがいたと思うんですけど、そのトークンだと思いますね、これは。下が小物なので、小物からどんどん見ていきましょう。はい。悪魔の掌握、5万でマイナス5号よくある。というですね。はい、次。異常な攻撃性。お、血色出た。そう。そう、戦乱ゼンディカーといえば、色がついているのに無色というね、メカニズムですけれども、これは格闘か、格闘を行って、そいつが死んだら追放するっていう感じですね。結構エルドラージって墓地に送るんじゃなくて追放するっていう効果がめちゃくちゃ多いですよね。はい、じゃあ次行ってみましょう。次、つかみかかる水流、1マナでバウンスして5マナで覚醒3、バウンスしながら自分のね土地が3歳になるというカードですね。はい、次、多重の主人、修練ね、あった修練っていうキーワード能力、まあ、マナ取得につきね大きなサイズで出てくるということで、まあ、修練ね、有名なカードだと白日の音にとかかながありますよね。はい、次、バイオドローン出た時に11のエルダラジ末裔トークン。昔のエルダラジ覚醒には落とし子トークンだったんですけど、今回11のね末裔トークンが出てくるということで、まあ、4マナで23で11が1体出てくるって考えたらすごい強いですよね。次、はい、虚空の接触、あ、3マナ3点火力ですね。はい、次、フェリターの子、エンチャント赤い、2マナ2でエンチャント赤い。次、トータドロー、あ、円形だっけな、これ円か、円形だった気がする。これダメージ与えると相手のライブラリーを1枚追放するっていうね、まあ、ちょっとしたライブラリー破壊能力もあるという2万22のエルドラージ。はい、次、あ、カラーストリアの癒して、これね、よく使った覚えあるわ。結集で、まあ、こいつか同盟者出るたびに、まあ、1点ドレインできるってことで、同盟者をね、いっぱい並べて、すげえドレインするみたいなね、カンパニーとかね、使って、同盟者のキーカードでもありますよね、このカード。ラリーでも使ったかな、どうだったか。ラリーはズーラボートか。ラリーはズーラボートだったと思うんですけど、まあ、同盟者でも結構ね、使ってた気がする。なんか、今2種類入れて、同盟者ラリーみたいなのを作ったような気がする。なんか、それでキャッた気がするわ。次、バラクーというのを絶対、あ、出た、上陸で2種類のモードがあるサイクルですね、絶対。あの、青のサンゴカブトの撤退が一番有名ですね。こいつは、2-0 修正とブロックできないと。あ、これもうアンコモンだ。もうさっさ行ってしまってますね。はい、次。破滅を導くもの。はい、3マナ3に血色と円形と、他の無色クリーチャーのパワーを上げると。青なのにさ、クリーチャーのパワーがめっちゃ上がるってすごいよね。こういう能力って基本さ、白とか緑なのに、青にあるってことで、なんかエルドラージのなんか特殊性というか特異性をなんか表してる感じがする。血色だとね、こういう風にエルドラージの無機質と言ったらいいのかな、なんか燃焼タっぽいね、デザインになってたりとかして面白いですよね。じゃあ次行ってみよう。ほい。タジュールのエキサビ、結集で全員22修正。5万21というサイズは小さいものの、結集の能力はかなり強い。これもね、ドラフトとかでよく使いましたね。フィニッシャーになるカードですね。はい。ということで、アンコモンが3枚見えたので、レアですかね。行ってみましょう。ほっ！古参の戦闘者。あ、これ、すげえかっこいい。あったわ、こんなカード。3マナで、パワータフネスはコントロールするクリーチャーの総数に等しい。そして、透明者は1体タップすると、こいつに先制攻撃か、警戒かトランプルをつけることができるということで。まあね、ちょっとね、構築ではなかなかお呼びにかからないようなカードなんですけども、まあ、見てとったらね、まあ3か44ぐらいになれるのかなっていう感じで、先制攻撃とかつけられるんで、まあ、3マナとしては結構いいスペックですね。まあ、レア、普通のレアかなっていう感じのカードです。そして、なんか2枚ありそう。2枚あるね。2枚あるわ。
多分上がちょっと下からこっちからいくか。ほい。はい。いや、ゼンティカ。では、このフルアート都市。なんか、これは溶岩っぽい感じのイラストですね。結構ね、山の、山っていうか、本当にマグマの中とかじゃなくて、霊峰みたいな。わかるかな、ちょっとね。なんか、尖った山みたいなのがあるんですけど、そのイラストが山では好きですね。あと、背景が青っぽい感じで。じゃあ、ホイール見ていくか。ほい！お！平地のホイール。いやー、結構どうだ。いつもだったらね、基本都市のホイールって、あ、なんだよってがっくりするポイントなんですけど、まあ、戦乱のゼンディがね、やっぱこのフルアートが綺麗ですよね。このホイールか、結構嬉しいかも。ね、名称体が下に見えてて、綺麗ですね。結構光り方も、結構綺麗かも。なんか当時のホイールにしては、結構しっかり光ってるようなイメージがあるな。はい、というわけで平地でした。ただまずは1パック目終了ですね。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい。じゃあ、トークン何かな？はい。お、エルドラジ松江トークン。はい、11で、隠れた1万涙出せる。はい。じゃあ、ここから。あ、完全虫、これよく使ったわ。3マナで、ファー3以下を追放するっていうね、血色の呪文で。まあ、血色ってさ、結構、プロテクションを無視できるから強いんだよね。で、追放除去っていうのが強かった。これは。はい、次。巻き締め付け。これは、6-0 修正と飛行を失うと。-60。まあ、リミテッドのカードかなっていう。次。カジュールの重鎮。あ、これさっき出ましたね。はい。スカギンかかるし、これもさっき出たな。2枚かぶり。はい、次。第1の武装。パーマネント1個に、プラス1カウントは2個置いて、覚醒4ということで、まあ、強化しつつ覚醒する感じですね。はい。河野超罰者。河野超罰者はエルドラージの末裔によってブロックされないというかなりピンポイントなカードなんですが、2万31で、これエルドラージに強いっていうことで、結構リミテッドでは使ったような感じしますね。結構リミテッドだと、まあ、末裔トークンっていうのが結構いっぱい出てくるんで、なんかこれ抜けられるっていうのはね、いぶし銀の強さを発揮していたような気がする。まあ、そんな生に入るカードではないですけどね。まあ、同盟者っていうのもいい。まあ、リミテッドはエルドラージか同盟者かみたいな。覚醒も強かったかな。エムラクールの名残。エムラクールの名残聞こえる。なんか、なんだろ、なんか、エムラクルからちょっと、はみ出たやつなのかな。4マナ34で血色トランプルと。はい。次、ディン。あ、ドローハイ、ドローハイ。1マナ11で、2マナ払うとプラス1ドロー修正なんで、まあ結構後輩になると、普通にね、3-3ぐらい殴ってきたりとかするんで、まあ1万円してはっていう感じかな。電源もついてると。相手を追放したカードをなんか利用するね、やつがいるんだよね。とりあえず、なんかね、多分ミキサー出てくると思う。まあ、結構忘れてることばっかり。はい。ソビエル船長をコモント地タップインで出た時に、クリーチャー一体はプラス1修正と先制王妃。なんかあれだね。これ旧ゼンディガーにもあったかも、これカード。なんとかの峰みたいな。グラツク峰か。完結戦の忍び5マナ3に2泊。そして上陸でプラス2プラス2修正。はい。特に言うことなしって感じです。はい。次、マラキールの使い魔。3マナ21飛行接し、ライフを得るたびに11修正を受けるということで。3マネパー2の、飛行っていうことで結構使われた感じがしますね。はい。まあ、リミテッドで。これ、クモンか。ごめん、アンコモン1枚目だった。次。はい、クルーの13。2マナで追放領域から対戦相手がオーナーであるカードを1枚、そのプレイヤーの墓地に置くということで。これさっきのあれだ。エンゲと相性がいいみたいな。相手のカードをエンゲで追放して、こういった、消火車だ。そう、消火車。消火車で利用するっていうね、ありました。はい。次。お、裏もこう失脚させるもの。これも消火車かな。血色瞬速飛行ということで。出た時に対戦相手の追放領域から2枚持ちに置いて呪文を打ち消せるということで4マナ3に今見てしまうと、エイマキ神秘化と比べるとちょっと弱いかなって気がするけど、まあエイマキ神秘化は緑青っていうマナ拘束が強いんで、それに比べるとって感じなんですけど、紹介者ですね。で、次レアカー。あれ、またホイールあるかな。またホイールない、ごめんなさい。まず、基本土地は島ですね。はい。いや、何かな。はい。お、果てしなき者、エルドラジー。X マナで0-0で、はい、X 払うとプラス1カウンターが X 個、置かれた状態出るということで、まあ今のエルドラージデッキには使われてますからね。メガシーでも入ってないかな。なんか普通にエルドラージのビートダウンデッキには結構入ってたイメージですね。なんか1ターン目からエルドラージ14から2-2出したりとか、2ターン目に4-4出したりとかね、してましたね。はい。まあ、これは結構0枚出せるクリーチャーっていうのはね、いつで悪さするんで、持っておきたいカードかなって感じですね。はい。というわけで2バック目でした。さあ、なんだか淡々と進んできますが、ここでね、いいの引きたいですね。最後はジャグラモグのパック3パック目です。はい。トークンはエルダージ松江。基本土地から先見ていこうかな。はい。平地黄色くて太陽っぽいのが見えてますね、はい、結構映える感じの平地ですね。はい。じゃあ本から血統大使の輪4万43バーニラー。はい。次オントゥの勇者、同盟者出たらトランプルやられますよっていう感じですね。よくある同盟者。はい。3枚目。
領地のベロス上陸でこいつはプラス2プラス2修正受けた。まあ、5マナ66あんまり強くないかな。どうだろう、当時のクリーチャーサイズにもよるけど、なんか今見てしまうと結構弱く感じちゃうな。次、あでもあれか、何度も上陸すればいいか。ジャズとかになったらさすがに強い。はい、はい、回収ドローン、接触演芸、辛抱した時に1枚引いて1枚捨てるとルーター能力がついてるって感じですね。はい、B。グリフィンの球死。出た時に2000ライフを得る4マナ23飛行。はい。よくある飛行クリーチャーって感じ。はい、次。で確実な一撃。あ、これスタンダードにもあるわ。多分、今あるよね。2マナで3-0先制攻撃ということで、コンバットリックですね。ゴブリンが完全に立ち向かってる感じですね。はい。次。マキンディの巡回兵。出た時に警戒える3万23なんで、まあ悪くないサイズなのかな。同盟者デッキなら1枚ぐらい入ってもいいかっていう感じで。天空の滝、出た時に相手のクリーチャーをアンタップステップにアンタップさせなくさせるということで、タップはしないのか。ちょっとね、タップさせたらさすがに強いか。まあリミテッド向けかなのカードですね。はい、次いってみましょう。大軍の殺到、端子領地まで 2-0 修正受け、無職のクリーチャーだったら先制攻撃を受けるということで、まあ、ラッパの笛吹きみたいなカードですね。まあ、エルドラージュだったら、さらに先制攻撃やるんで、まあ、相当強くなると。なんかもう、絵がおどろどろしいな。触手がブワーって出して、この場面には遭遇したくない感じ。はい、まあ、エルドラージュがね、電流が世界に進行しているっていうストーリーですからね。はい、次。エルドラージュを壊滅させるもの、8番の89トランプルということで、出ましたね。エルドラージュといえば、このね、巨大なサイズ。この次のね、ゲートウッチの誓いではね、難題の剣者とか、幻族抱くものみたいなね、無断なマナコストでめちゃくちゃ強いみたいなね、やつ出てきましたけど。まあ、エルドラージュといったらね、こういうね、デカ物ですよね、やっぱり。って言ってみます。もう、アンコモンかな。はい、アンコモン。溶鉄の生育場。無色の呪文を耐えるたびに1点ダメージ。あ、ティムって感じだ。だから、エルドラージュとなるたびに1点飛ばせるって感じですね。はい、これ、エンチャンとか、クリーチャーだと思ったら、エンチャントでした。まあ、除去されない火力って感じ。はい、次。お、停滞のままこれは使われてますね。あ、てか白炭新地で今でも使われてるし、当時も使われた。瞬速で相手のクリーチャーを行って追放するってことで、まあ、瞬速の未達成の旅って感じですね。はい、これは瞬速なんで、まあ、それがねコントロールデッキにとっては使いやすかったですよね。はい、しかもエンチャントで触るカードそんななかったし。はい、次。あ、繁殖病床。6倍でこいつを禁止されると、末裔クリーチャーは3体出すということで。まあね、マナフラしてたら、まあ、11トークンを出せるよという感じですね。はい。さあ、そして、では、あのね、もうこのね、一人で開封シリーズ、マジで何も引かないから、そろそろ引きたいな。さあ、何が出るか。ギデオン欲しい、ギデオン。いきます。はい。お、バトルランド、くすぶる湿地ということで、赤緑じゃないわ、赤黒のバトルランドが出てきました。いやー、これ当時も使ったな。あの、フェッチランドあったんで、タルキールハオタンと一緒に。フェッチランドから3ターン目、4ターン目にこういったね、バトルランドね、置いてね、1ターン目、2ターン目は基本土地置いて、3ターン目からはこういったね、バトルランドをフェッチからサーチしてくるっていうのがあって、本当に4色当たり前の世界でしたね、想像、当時のスタンダードは。ダークジェスカイとかでよく使ったイメージありますね。はい。というわけで、もうなんかあっという間に3パック向いてしまいました。いや、バトルランドいいな、やっぱり。これすごい懐かしいわ。よく使ったイメージある。ちょっとウラモグとかギレオンとか引きたかったんですけど、今回は引かずということで、今回レアはくすぶる湿地、果てしなき者で、古参の先導者と、あとホイールが平地ですね。うん、うんという感じですが、まあ3パックですのでね、まあ、こんなもんかなと思います。そして、ホイール引いたで、前回、テイロスの時も、闘争体制の時も、引いてないよね、ホイール。今回やっと引けたか。ちょっと停止したかな。次のセットではね、次のパックでは、引きたいな。というわけで、今回ね、戦乱の戦にが、開封していったんですけど、次回、初代ゼンディガー、こちら開封していきたいと思います。ぜひね、次回も開封見たい、今年のゼンディガー開封見たいって方はぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、トロピュー大塚でした。また次回。またこのチャンネルを運営しているハレルヤは、全国各地に11店舗を展開する日本最大のマジック専門店です。どこよりもお手軽にカードを購入できるオンラインショップは品揃え抜群、最新のデッキリストや戦略機種も豊富なので、ぜひ一度概要欄のリンクからアクセスしてみてください。